福島県道64号藍津若松浦、磐梯線は、福島県藍津若松市から山郡北塩原村に至る県道である、磐梯山を越え国道459号に合流した後、本路線は、国道と長福市ヒ原湖の南岸から西岸へ沿い、進む、道の駅裏磐梯付近で国道百459号から分岐して、ヒ原湖西岸に沿って北上する。 終点で接続する福島県道2号、米沢稲橋路線と合わせ、ひばる湖周回道路を形成する。表バンダイと、裏、バンダイをつなぐバンダイ山ゴールドライン区間は2013年に無料化された山岳ワインディングロードで、バンダイアズマエリアの中で、バンダイアズマスカイラインやバンダイアズマレイクラインと、並ぶ絶景のドライブツーリングルートとして知られている。このバンダイ山ゴールドラインでは、 冬季閉鎖区間があり、11月上旬から翌年4月下旬までの期間は通行止めとなる。小田橋通り、編集小田橋付近詳細は、戦国通りを参照合図若松市街地東部を通る一部区間を指す。沿線には商業施設などが立ち並ぶ、戦国通り、編集戦国通りを示す、標識詳細は、戦国通りを参照合図若松市市街地では、 戦国通り、戦国バイパスと呼ばれ、多くの商業施設などが沿線に立ち並ぶ。藍津若松市北部山群番台町、編集福島県藍津若松市加藤町付近、藍津若松市北部では、国道49号との重複区間の後、松永団地北側を通った後、メール坂を経て、再び国道49号との重複区間となる。重複区間後、 バンダイカインターチェンジを経て日橋川を渡り、バンダイ町に至る。バンダイ町内では、福島県道7号稲わしろ川線と重複する、バンダイ山ゴールドライン。編集詳細は、バンダイ山ゴールドラインを山椒山郡バンダイ町から、山群北塩原村はバンダイ山を貫く部分は、 バンダイさんゴールドラインで福島県の観光有料道路であったが2013年7月25日より無料開放された。トンネル。編集家は曽根山トンネル屋町の森トンネル2010年4月14日、日バルニコク一部供用開始に伴い開通。日バルトンネル2014年4月22日、日バルニコク全線供用開始に伴い開通。協量。 編集新日橋川橋藍津若松加藤町、八谷に鉄球水系阿賀川水系日橋川を渡る、沼立黒線付け替開工時に伴い、1991年度より建設され、1994年12月27日に開通した、照明灯や歩道補装材は、周辺環境に配慮した色が用いられている。総工費は5億5千万円。 日原南京日原大橋万代朝日国立公園の特別地域内での建設のため、樹木群落を避け、水辺環境の保全のためにローゼ橋が採用された。桁の形状や塗装は、周辺環境と調和が取れるよう配慮がなされた。福島の橋カードナンバー7に選出され、道の駅裏番台にて配布されている。野鳥の森橋北塩原村日原にて、日原湖の入り江を渡る。 10メートル手前に連続してかかる、ひバ大橋同様、バンダイ国立公園内であることから、周辺環境と調和が取れるよう下駄の塗装が行われている。総工費は4億8000万円。福島県藍津地方のバンダイ山西側を南北に通り、標高1194メートルの八方台をピークに、表バンダイと裏バンダイを結んでいる。裏バンダイでは、 ヒバル湖の聖湖岸に沿って走り、ヒバル湖の北端まで道路が伸びる。バンダイ山ゴールドライン区間では、高知の森林地帯を走る区間が多く、秋は紅葉の名所となっている。沿線の展望台からは、裏バンダイの爆裂加工や、稲わし湖を遠望できるポイントがある。表バンダイでは、星野リゾートのスキー場、ある津バンダイのゲレンデの中を通過している。藍津若松市門田町付近。 ありがとうございます。